50歳のおじさんでね、どう見たって普通のスベレは着てるけど、この人おしゃれじゃないって、思った人からって、とても洋服買う気にならないと思うんですね。でそれがこう、まあ、素敵なセンスのすごくいい、あこの人もしかしたらデザインまでしてる人かなぐらいの男性で、進めてもらえたら、まあ、その人だったら我慢できるかなとか、まあ、言葉が男性だけど女言葉で話してるような人だったらなんとなく抵抗なく大丈夫かなとかってなると思うんですけどね。その辺がすごくポイントかなと思うんですけど、男性って女性に採寸されたり触られるっていうのは基本的にそんなに嫌がらないですよね。で女性は女性じゃないと多分難しいとなると、お店のスタッフを全部女性に変えた方がいいんじゃないかなと。特にそのオーダーの本当に高い手縫いのオーダーで15万20万30万というところは、やっぱり男性の長年やってたフィッターっていう方がいて仮にしたり採寸したりっていう必要は、やっぱりそれはやっぱり それだけの技術が必要ですから、女性の方で接客の上手な方を育ててもそこはちょっと無理かなと思うんですね。女性の管理職の方も過去にいたんですが、なかなかやっぱり定着しないと。いかに会社全体を女性化するかっていうのが、まあ、中長期の大きな課題ではありますね。